なんかぐっちゃぐちゃなんだけど。キュンキタンするよ。あ、イエーイ。そりゃーおウェイ。みなさん、おはようございます。今日はクリスマスパーティーをしようと思ってます。よいしょ。新居初のクリスマスパーティーだね。実はヒロピンには内緒で作りたいと思ってます。今日はヒロピンに新居初の手料理を振る舞いたいと思います。これはるちゃんの仮装なんです。これかぶってたらあんたおとなしくできるの。お揃いになりたいんでしょ。更新しようと思うんだけど、私なんせ頭が出がどうした、なんか訴えてる、どうしたの、なんかなんせ私頭が大きいから、ちょっとこれで隠させてください。でね、本当はこれじゃなくてちゃんとエプロンして料理しようと思うんだけども、なんせ頭が大きいからちょっとこれで隠させてもらってもいいですか。で、本当は料理するってなって髪の毛絞らなきゃいけないみたいな、その方がマナー的にもいいんですよ。なんせ顔大きくて、さっきずっといろいろやってみたんですけど、なんせ顔が大きいので、一応これかぶってるんで許してもらって。ヒロピンだったら別に髪入りでも OK っしょ。よし、じゃあいくよ。せーの、レッツクッキー。何つから作ろうかな。最初野菜スープを作ろうと思うので、適当にお湯沸かします。新しい冷蔵庫とは思えないな。あと何入れればいいと思う。久々すぎてどうしたらいいかわからない。まず人参から切りましょう。こんぐらいにして、人参切りました。やばい、人参切るのに30分以上かかってる。やばい、人参切り終わるまでに30分。玉ねぎはとりあえずスープにも玉ねぎを入れますね。やばいやばい、できてる。私このじゃがいも皮むくってなると大半なくなるから絶対むかない方がいいんだよな。おい、これ向き合った、イエーイ、チェケラ、グータッチ。タン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 、イエーイ、なんかぐちゃぐちゃなんだけど。ああ、それはさっきまな板を洗ったからですね。君たちのせいじゃないよ。レタス水のせいじゃないんだ、私のせいなんだ。レタス水のせいじゃない、私水のせい。へえ、めっちゃ面白いよ。めっちゃ面白くないですけど。言い踏んじゃってっかんね。やばい、歯茎出るわ。やばいやばい、ただでさえ歯茎出る。春寝るな。面白いこと言ってんだご主人様が。最近車を買いまして、家を借りまして、こうやってね、最近大家さんに挨拶しに行ったんですよ。お世話になりますって。そしたらね、すごい優しい方でね、幸せだったんだけど、お隣さんにも会いまして、すごい優しい方で幸せだったんですけど、早くねじいちゃんを他の家に私呼びたくて、いろいろ考えてるんですけど、今じいちゃんスマホを持ってるんですけど、
スマホを持ち始めた理由が、私が提案してみたんですよ。まあ、理由が、じいちゃん結構一人でね、あのお散歩とかよく行くんですけど、万が一があった時に GPS あった方がいいなと思って、あとじいちゃん的に脳トレとか自分の娘とかに電話したらちょっと楽しみにもなるかなと思って、ちょっとスマホどうって聞いてみたら、私買うからって言ったら、いやいいよとか言うんだけど、いざ行ってみたら超ノリノリでして、買ってあげるよって言おうと思ったら、じいちゃん自分のお金用意してまして、自分で買うから意味があるんだみたいな感じの位置で、でもやっぱせめてと思って、今家族のスマホの使用料は私が払ってるんですけど、まさかのこの前電話来た時にじいちゃんから使用料、毎月かかってるお金全部かすみにお年玉として返したいって言われて、私としてはもうじいちゃん高校だし、もう中高ってじいちゃんにお迎えとか来てもらったり送りとかしてもらって、私的にはじいちゃん高校したいから全然いいと思ってたんだけど、まさかのね、それのために電話して、もう年齢だからみたいな、自分は自分でできるからみたいな、わあめっちゃしっかりしてんなと思って、でもだからちょっとじいちゃんを招待して、手料理は多分無理ですね、ちょっと緊張するんで。なんかそのみんなに実家にいる時ってかすみちゃん言葉遣い綺麗とか丁寧って言ってもらえるんだけど、実際もう本当にめっちゃとか超とかやばいとか使っちゃうんだけど、実家にいる時はじいちゃんに聞き取りやすいようにちょっと生年だからゆっくり話してるから綺麗に聞こえるのかなと思って、だからもう全然さ自慢になるようなことしてないから、実際こうやって話してて思ってた人と違ったって言われちゃうこともあるんだよね。そう思われちゃうってね、嫌な思い、嫌ってか期待外れだったら本当に申し訳ないんだけど、よし飾り付けスタートします。なんかどうなんだろう、飾り付けってさ全部100均なんだけどさ、え、なんでこれ R 逆なんだろう、そういうデザイン、え、R って逆だよね、え、これ R って、あ、なんでこれ R 逆なんだろう、ただいま。嘘。なんかすげえいい匂いするよ。嘘。マジ。あ、ちょっと待って。マジめっちゃ可愛いんだけど。嘘。嘘だろ。嘘。やばいやばい。嘘嘘嘘。まだ間に合ってる。めっちゃ。すごい。ハッピーさん。じゃあここ座って。これカツン作ったの全部。もうちょっと後で説明する。これはるちゃんに、はるちゃん用のケーキを買ってきたんだよ。ハッピーハロウィン。ね、はるはこれ何回も練習したよね。うん、これ、かわいい。なんであたらだけそんな可愛いのにさ。よし、ごめんね、時間なかったの。ということで、今日はヒロピンに、うん、日頃の行いを反省して、ダダっていう食べ物会でした。俺が反省するの？いや、かすみちゃんが反省させてもらってるのを勝手に、いつもそうなってるなと思って。あ、じゃあ感謝でも、うん、あれどうか。じゃあ、これ待って。いくよ。食事にかからないように。せーの、せー。ハッピーメリークリスマス！うぇなにこれ、え、これ麺飲んでみたやつだよ、欲しかった、うん、ありがとう、これ確かね、メンズノンの美容大賞ってあの1位獲得したやつ、うーん、なんでヒロピン欲しかったなと思って、そう、これ見てたんだよね、これ、いや、ありがとう、置いといた、じゃあ、せーの、せーで、いただきます、あ、どうぞ、あ、しょ、乾杯、いや、ありがとうね、いいよ、豪華だな、私ちょっとさ、トップがさ、汚いからさ、色、うん、色も汚いから、こうかぶったままでもいい、あ、いい、なかったことにして、かわいい、かわいいよ、いただきます、いただきます、ん、うん、まっ、まずい、うまいよ、これおー
おお。ちゃんと洗うもん。おお。やっぱ結構頑張ったんだね、これね。うん、頑張った。これもう頑張った証拠がね、うん、証拠だわ、これ。父が帰ってくる前に頑張って全部温かい状態で出せるようにって頑張った証拠だもん。どうね、母ちゃん。本当にうまかった、うまいよ。どうも。そういう人は全部うちのせい。ねえ、聞いて。どうした？みんなさ、これ全部なんか減ってないって思ってるの。さっきいただきますしたばっかの。半分。1時間くらいのデータ消えてました。取れてませんでした。その中いっぱい面白いことした。はるちゃんにケーキもあげた。え、待って。お腹いっぱい食べた。ケーキのくだりもない。うん、もしかしたらちょっとあるかな。ないない。あれ別紙取んなかったっけ。あ、別紙取る。え、わかんない。え、待って待って、あったら流す、今流す、いくよ、3、2、1。食いにくそうだね。これちっちゃく切ってあげたらよかったかな。いや、これこそがうまいでしょ。これがうまいのかな。うん、ホイールケーキよ。ホイールケーキとして食うからうまい。ホイールケーキ例えが下手だったな。ホールケーキみたいなと。あ、そう、ホールケーキみたいな。え、ホールケーキとホイールケーキって何だじゃん。ちょっとね、あの1時間の素材ね、全部美味しかったっていうのもなし。え、めちゃめちゃ美味しかったのこれ、ご飯。だってもうこれなんてさ、うん、あんなにさ並べたちょっとかっちゃん見栄え悪くないこれ。並べた。かっちゃん、かっちゃん、クリスマスパーティーだよ。クリスマスパーティーだよ。うん。何それ。楽しかったじゃねえか、さっきまで。ワイワイしてたじゃねえか。ああ、私も出られちゃった。後片付け一緒にやるから。一緒に手伝うから。ちゃんと応援するから。ダメなんだ。元気出せよ。よよ、今から私の心情をラップに乗せて話していくぜ。みんな10秒いいかい？せいえい。せいえい。私は生まれも育ちも福島。僕イエイ、せいえい。生まれも育ちも福島。家族はそう。そう、ヒロキ、ハルキチ、セイエイ、ハルキチ、ヒロキチ、ハルキチ、ヒロキチ、はい、そこにあるのは、そこにある夢と希望と、花輪のステーキ、イエイ、そこらに、そこにあるのはタコライス、なんタコが入ってねえけど、タコライス、初めて食ってる、タコライス、イエイ、そのメンタルで頑張ってる。ほんとデータ消えるってこんぐらいのことだからね。なんかある意味一発勝負みたいなもんだもんね。うん、でもそこで結構面白いこと言ってたからさ。それまで分かるかと使われる。そう、そこで面白いこと言ってたからさ。イエーイ。イエーイ。クリスマスってなったら皆さんどうお過ごしですか？デートする方もいらっしゃると思うし、家族と過ごされる方もいるだろうし、お仕事の方もいるだろうし、何もしないで自分一人きりで楽しむ方もいるだろうし、楽しまない方もいるだろうし、皆さんにとってね、素敵なクリスマスになるようにお祈りを申し上げて、じゃあごちそうさまをして、ここにラップをかけて、ラップをかけて、ラップをかけて冷蔵庫に入れておきましょうよ。なんかこれはどうなのよ実際。え、これ嬉しいよこれ。え、本当？うん、結構前から欲しいなと思ってて、うん、あ、なんかこれ気になる方もいると思うからちょっと開けていい？これマニフィーク
モイスチャーライジングジェル。おお。でもなんかね、メンズノンノとかでヒロピ見つけたみたいで。そう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 。結構有名じゃないこれ。見た目もかっこいいよね。うん、なんかメンズって感じだね。さっきも言ったけど、メンズノンノ美容大賞。うんうんうん。だっけか、確か、うんうんうん、確か。そう。で、なんか1位を獲得してる。いやめっちゃ嬉しい、これ。マジ。うん、本当に嬉しい。実際これオールインワンだからね、簡単でしょ。私結構いろんなの使ってるけど、ヒロピンだったらこれ簡単に、ね、お風呂場とかに置いておいて、お風呂場とか洗面所とかに置いておいて、うん、お風呂上がりシュシュってつけて、これだけでつながらいいよね、うん、冬だから特に使ってほしいかなって思ったのよね、うん、やっぱね、私のね、ナンバーワンの彼にはね、そのナンバーワンの商品使ってもらえてるわけですよ。あ、俺にぴったり調子飲んで違う、だから私がさ、コンロいっぱい作っていろいろやったからって、うん、ウィッヒーありがとう。これこそオールインワンジェル。だから私のナンバーワンの彼氏には、うん、ナンバーワンを使ってもらいたいということです。あ、じゃあこういうのちゃんと使って、うん、もっと美容気をつけるわ、うん、頑張るわ。あ、どうも、頑張れ頑張れ、はい、その年末年始のお出かけとかそういうイベントに備えてかっこいい彼氏でいてもらいたいなって思いました。使わせられます。いい匂いする。本当？うん。めっちゃ潤ってる。ベタつき感は？全くない。いい香り。乾燥肌とかにいいかもよこれ。めっちゃ伸びるね。うん、めっちゃいい。あ、絶対これ男女が好きな匂いだね。わかった。ベタつき感マジでないの。ないよね。もう潤ってるよね。うん、すごい。私マジで乾燥肌だから。女子でも急いでる時だったらちょっと借りてもいいかな。いいよ、一緒に使おうよ。これ気になった人もいると思うので URL 欄に概要欄概要欄に URL をお貼りしておくのでぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、割引価格で提供します。 Amazon、 おお、ラマゾンユーザーで嬉しい。 Amazon 嬉しい。どうや、あんたが安くしたわけじゃないでしょ。それでは皆さん、もう今年もあとは残り何本か多分動画出るかもしれないんですけど、出したい、ね、皆さんちょっと今年1年見つけてくださった方本当にありがとうございます。それでは皆さんもメリークリスマス。メリークリスマス。バイバイ。バイバイ。バイバイ。